ジャーマリス通信販売花咲ジーネット店主の清水です。今日は2015年7月2日です。今日も曇り空ではありますが、ヘメロカリスの現地での無料見学会を行っています。ヘメロカリスといいますと、山や平地の畑の脇に植わっているこのような肝臓や日光キスゲとか そちらの方の改良品種となります。それなので、この肝臓の花に花色によく似た品種も結構あります。現地ではこのような特化品、お得な特化品もご用意してあります。はい、今日のヘメロカリス畑です。だいぶ花も増えています。このような交配品種が咲いています。こちらも交配品種です。はい、こちらもフラングホルス系の交配品種ですね。この花びらの縦の線がフラングホルスを交配したものになります。はい、こちらも交配品種です。こちらも交配品種ですね。はい、こちらのオレンジも交配品種です。はい、こちらかなり花が大きいのですが、こちらも交配品種です。このダーク系の濁った赤も交配品種。はい、こちらの赤も交配品種です。こちらのオレンジも交配品種です。はい、こちらの赤系も交配品種ですね。はい、こちらも交配品種です。こちらも交配品種ですね。はい、こちらも交配品種です。はい、こちらもピンクの大輪交配品種ですね。はい、こちらのレモンイエローも交配品種です。はい、こちらも交配品種ですね。こちらも交配品種です。はい、こちら紫のちょっと小輪なんですが、この白の線がアクセントになっています。こちらもフラングホルス系の交配品種だと思います。はい、こちらも交配品種ですね。こちらの赤も交配品種です。この交配品種と言っているのは、当ショップで当初は花を購入していたのですが、その購入した花によってから交配を繰り返し作られたのが交配品種と呼んでいます。簡単に言いますと、おしべの花粉をめしべにつけて種を作って、その種をまいて成長させたのが交配品種ということになります。はい、こちらはチェリーアイパンプキンです。こちらはオールフィールドアップですね。こちらは花が大きく明るめのオレンジで、とてもいい花です。はい、こちらははっきりとした赤のスカーレットオルビット。はい、こちらはカナリアイエローですね。明るいイエローの大輪です。はい、こちらはクラシックロマンスですね。はい、はい、こちらは現地で結構人気があったのですが、
はい、ちょっと名前の管理ができていません。はい、こちらはアミューズメントキャンディーですね。こちらはヘレンギゴールドです。こちらは濃い赤でフォービューデンドリームズです。はい、こちらピンクの中が紫の可愛い花です。はい、こちらは草丈が短く地面すれすれで咲くようなキシミーです。明るいピンクでフリルがある花ですね。はい、こちらはちょっと白に近いクリーム色といいますか、ジョアンシニアです。はい、こちら明るいピンクの花ですね。はい、こちらの赤はリョーデアイスランドレッドです。はい、こちらは淡いオレンジといいますか、ピンクといいますか、それに紫の、これはオールアメリカンイーグルです。こちらはジョリーン・ニコルです。はい、こちらはホーリーウッドライトですね。ホーリーウッドライト、この花の縁がレース状になっています。はい、変わった色合いですね。はい、こちらは交配品種です。花は小さめです。こちらも交配品種です。はい、こちらの明るめの赤も交配品種。はい、こちら花むぐりがいますが、こちらも交配品種です。こちらも交配品種ですね。はい、こちらの紫系の赤も交配品種です。はい、こちらの赤も交配品種。こちらの微妙な色も交配品種です。こちらの花びらが丸まっているのも交配品種。はい、こちらの明るい黄色も交配品種ですね。はい、こちらはなかなか微妙な色で花びらがギザギザなんですが、こちらも交配品種です。はい、こちらのクリームに紫も交配品種。こちらの紫も交配品種です。はい、こちらはかなり濃い花になったのですが、こちらも交配品種です。ちょっとブラック系でしょうか。はい、こちらも大輪ですが、こちらも交配品種です。はい、こちらの方は商品一覧にも出てるリンゴのような花ですね。はい、こちらも交配品種です。はい、こちらも交配品種。はい、こちらも交配品種です。フラングホルスに似た感じな出ての花です。はい、こちらのクリームも交配品種。こちらも交配品種です。こちらも交配品種。はい、こちら大きめの花ができました。こちらも交配品種。はい、こちらもさっきのリンゴ花が入ってるのでしょうか。ちょっと色は違うのですが、交配品種です。はい、こちらもなかなかいい花ができましたね。縁がちょっと白めの赤の花ですね。こちらも交配品種です。はい、こちらも色がなかなかいいと思うんですが、花びらはちょっと丸まってるのですが、なかなか変わった色の交配品種です。はい、こちらは濃い紫の花ですね。
はい、こちらは交配品種です。こちらも交配品種ですね。こちらも縁がちょっと白目がかっていますね。はい、こちら濃い赤の交配品種、こちらもなかなかいい色合いです。はい、こちらも交配品種ですね。こちらも交配品種。はい、この蛍光イエローも交配品種ですね。小花ですね。はい、こちらは群馬の榛名地方のよくあるヘメルカリスです。はい、こちらは黒に近い赤の花ですね。はい、こちらは交配品種です。こちらも交配品種です。はい、こちらの黄色も交配品種、こちらの大きめの花も交配品種です。はい、こちらはなかなか明るめの赤の花です。はい、こちらも交配品種ですが、なかなか微妙な色合いの花ですね。黄色とオレンジが混ざったような色でですね。はい、こちらはちょっとユリに似たような花のヘメロカリスです。はい、こちらは商品一覧でもご存知のチェリーバーストです。はい、こちら赤の濃い赤の花ですね。